お疲れ様。今日もご活躍だったわね。でも後半少し調子が悪そうだったけど、どうかしたの？ちょっと最近目が疲れてるみたいでさ。ああ、なるほど。集中してターゲットを見続けていると時々そうなっちゃうわね。仮想世界だし、もしかしたら錯覚なのかもしれないけど、それでも疲れてると感じるのは事実だし。現実でも時々そうなるよな。集中して何かをじっと見たりしてると目が疲れたり肩が凝ったり。そういえば最近肩も凝ってるような。あ、じゃあせっかくこうして横になってるんだし、マッサージしてみるのはどうかしら。仮想世界だから関係ないかもしれないけど、でも気晴らしくらいにはなるかもしれないし。どう？プラシーボ効果とかと似たようなもんか。そうかもね。さあ、じゃあうつ伏せになって。あ、どういうことだ？何を言ってるのよ。話の流れからして、私があんたをマッサージしてあげるって場面でしょ。ほら、さっさとする。あ、はい。さあ、じゃあ行くわよ。大丈夫、やり方は本で読んだことがあるから。この辺かしら。えいっ。え、痛かった？ごめんなさい。じゃあもう少し優しくするわね。どう？これくらいなら気持ちいいかしら。ああ、ちょうどいい感じだ。そう、よかったわ。目の疲れも肩こりも私が全部直してあげる。